皆さんこんにちは。令和3年度佐賀市犬のしつけ方教室5回目の今日は、雷、大きな音が苦手、ポイントを抑えて上手に一層対策しようということで、音でパニックを起こしてしまうような犬たちに対する対策の一部をご紹介したいと思います。普段からの一層対策は大切です。まずは犬具の確認を行っておきましょう。首輪は普段からつけておいて、前部札や観察をつけておきます。大きな音は不意にやってきます。苦手な犬は瞬間的にパニックになって大暴れ、正しく装着していないと犬具が抜けて迷子になることもあります。また室内にいたとしても換気などのために網戸になっている場合もあります。毎年のように網戸を突き破って逃げた、隙間をこじ開けて逃げた、ケージを破壊した、リードを噛みちぎったなどして迷子になってしまう犬が出ています。もしもに備えて家族のもとへ帰れる確率を上げておきましょう。つなぎ替えの場合は、普段つないでいる首輪とは別に迷子札装着用の首輪もつけておくと安心です。係留用につけていると首輪を抜いたり暴れて壊してしまったり場合は、迷子札がついていない状態で逃げていることになります。迷子札装着用の首輪をつけていれば、そういった状態を減らす助けになります。革の首輪は馴染みはいいのですが、湿気に弱いので異常が見られればその都度、そうではなくても年に1回交換をするようにすると安心です。こちらは通常の首輪ですが、強度確認も怠らないようにしましょう。工事などある程度予測のつく音に対しては、窓を閉めてカーテンを閉めてもらうと効果的です。その上でラジオなどをかけて外の音が入りにくい工夫をしてもらうとより良いと思います。何か取り組むことを準備する、黙って耐える方が良いという子もいますが、何かしていないと落ち着かない子はチークトイやガム、ノーズワークマットなども使って気が紛れるようにしてあげましょう。令和2年度の犬のしつけ方教室の動画で、チークトイやノーズワークマットの使い方について動画を上げています。そちらもぜひご覧ください。服を着ることができる子は、ぴったりめのお洋服を着せることが効果的な犬もいます。ただし、大きな音がするときだけ着るようにしてしまうと、洋服イコール大きな音と結びつけることがありますので、何か楽しいことをしているときにも使うなどするようにしましょう。サンダーシャツといって落ち着かせることを目的とした洋服もあるので、気になる方は検索してみてくださいね。天気予報などを利用して、あらかじめ大雨や雷の予報が出ているときは外側の子も玄関の中に入れてあげるなどして音から遠ざけてあげましょう。こういったパニック症状は年齢にかかわらず急に始まる場合もあります。一過性の場合もありますが、トラウマ化して繰り返す場合もありますので、おかしいなと感じたら放っておかずに対策してあげてくださいね。状態によっては獣医さんの力も借りましょう。少々苦手なくらいで工夫をしたら乗り切れる場合は問題がないのですが、だんだんひどくなっている、自分の体を傷つけるなど状態が悪化しているようなら獣医さんに相談しましょう。落ち着かせる作用のあるサプリメントやお薬を使ってパニック症状を緩和させることもできます。トレーニングも併用しつつ、大丈夫の積み重ねで落ち着いてくる犬もいます。いかがだったでしょうか。飼い主さんの対応次第で犬たちも変化していきます。中には病的なものもありますので楽観視はできませんが、知っているのと知らないのとでは大違いです。各家庭で取り入れやすいものからやってみてくださいね。佐賀市からのお知らせです。犬の放し飼いはやめましょう。犬の放し飼いは佐賀市犬取締条例で禁止されており、これに違反した場合罰せられることがあります。問い合わせ先、佐賀市環境政策課。佐賀市外の方はお住まいの市町村へお問い合わせください。政策インジアナチュラル、佐賀市環境政策課でお送りしました。